三国志演義で諸葛亮孔明を知って彼のことを神のような武将だと思い、三国志正史をかじってあんまり孔明すごくないなと思い、正史を読み込んで孔明の凄さに気づいた諸葛亮信者のゆっくり霊夢です。孔明はもう一人で内政から人事、果ては軍事まで担当しているんだよな。孔明のことは尊敬しているけど孔明ほど働き者にはなりたくない怠け者のゆっくりマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは主君を変えても最後まで変わらない忠義を持ち続けた男、丁忌よ。彼は優勝と優美に仕えた人物ね。名前もいまいち聞いたことがない人物なだけにどんな武将なのか楽しみだぜ。さて改めて紹介するのは丁忌、あざなお貴前。どのような状況に陥ろうとも主君を裏切らないことを第一に考え行動し、壮絶な最後をたどった職の猛将。彼は一体どういった人物なんだ。丁忌は益州派生軍老中堅出身の人物で、職の君主である劉璋に仕えて干渉県長に任命されていた人よ。この干渉県って場所には獰猛な相族という民族が住んでいたらしく、古の高祖劉邦はこの獰猛な民族を手なずけて干中。内視天下統一の足がかりにしたと言われているみたい。丁忌は歴史書には書かれていないんだけど、おそらくこの県に赴任している以上この獰猛な民族をある程度懐柔していると思うのよね。統治が難しそうな県の管理を任されているのか。時に褒義という人物は過去に中央から劉璋の一族を職に避難させた功績があり、また劉璋の父親である劉淵とも交流があったので褒義は派生大主に任命されて劉淵の死後に職に攻め込んでくるようになった漢中の長老の対策を任されていた。この時褒義は漢中の長老とかの諸々の問題に対処するために、ひっきりなしに兵士を集めていたんだけど、ある人が劉璋に、褒義が兵を集めているのは反乱をするつもりがあるからです、と言ってきてこれを劉璋が信じてしまったのでさあ大変。劉璋と褒義は完全に仲違いをして褒義は劉璋から自衛するためにより兵士を勝手に徴兵し始めたのよ。敵である長老も怖いが味方の和図の褒義も怖い。職はもうボロボロだぜ。その後褒義はより自分の味方を増やそうとし、丁忌の子である丁育を父の元に派遣して丁忌に県にいる兵士を徴兵してこちら側に渡せ、と要求したの。でもこれに丁忌は、あなた様が軍で兵士を集めたのは謀反をするためなのですか、違いますよね。今、あなたはあらぬ疑いをかけられて危機に陥っていますがここで、重要なのは最後まで義を貫くことです。もしも褒義様が今の状況を恐れて劉璋様に謀反をするつもりだというのならば、私はあなたに手を貸すつもりはありません、と、この要求を突っぱねたみたい。褒義が謀反の気持ちを抱いている以上、彼に兵士を授けるわけにはいかないと。丁忌は自分の考えを述べた上で褒義の使者として自分の元に来た丁育に対しては、私は衆から恩義を受けているので、衆僕である劉璋様に忠誠を尽くす義務みたいなものがある。しかしお前はどうだ、お前は軍吏であるので大主である褒義様に忠誠を尽くすべきだ。私のことを考えて褒義様を裏切るような真似は決してするなよ。と強く息子を戒めたみたい。丁育は派生軍の軍吏。つまり直属の上司は派生大主褒義なので彼のことのみを考えた行動をしろと。主君は同じなのに忠誠を尽くす対象が違うのはちょっと面白いな。褒義は丁忌が自分に屈服するつもりがないことを知ると再度彼の元に使者を派遣して、お前の子は軍にいる。俺の命令に逆らえばお前の一族がどうなっても知らぬぞ。と脅した。でも丁忌は、古の学用は中山に息子が人質として取られている状況で中山を攻め、その結果、学用の息子は敵国から処刑。されて彼の遺体はスープにされて学用の元に送り届けられました。しかし学用は平然な顔をしてこのスープを飲み干したと言います。これは彼が息子のことを大事に思っていなかったからではなく大義がそうさせたのです。もしも、褒義様が我が子を処刑してその遺体をスープにして私の元に送ってきても、私はこれを飲み干すでしょうな、とまで言ってきたの。ここまで来たら褒義は丁忌が自分に屈さないと思い、彼は劉璋に謝罪しに行って許されたみたい。その後、劉璋はこの褒義の一連の謝罪の流れを知ると丁忌を公用大主に任命してあげたみたいね。
もしも定期が褒義に屈服していれば、褒義が劉璋に対して反乱を起こしていた可能性は十分あるぜ。定期の忠義がそれを跳ねのけたんだけども、その後、劉備が蜀を攻めて益州牧になると、定期は劉備からの登用を受けて従事宰相に任命された。しかし、222年、劉備が呉と伊良の戦いを起こすと定期もこれに従軍して劉備はこれに大敗してしまった。故に定期たちは長江を遡って水路からの撤退を開始したの。しかしある人は定期に、もう呉の追っ手がすぐそばまで来ています。我々が乗っている船と紐で繋がっている船を切り離して我々の船を軽くすればおそらく撤退できるはずです、と提案してきた。でもこれに定期は、私はこれまで戦いをして敵から逃げたことなどない。まして皇帝である劉備様が危機に陥っている状況で私だけが逃げるわけにはいかぬ。と言ったの。その後、定期たちは船を軽くしなかったせいで呉の兵士たちからの攻撃を受け、定期は自ら武器を取って呉軍と戦って敵の船をひっくり返すなどの活躍を見せた。しかし、その後で呉の大軍が到着すると定期らは呉軍に撃たれてしまったようね。定期もまた伊良の戦いで撃たれてしまった武将の中の一人か。劉備は定期のことを激しい性格をしていてよく主君に忠を尽くした。戦いになってもただ一人、敵に屈服することなく戦って戦場で命を落とすことになった、と評価しているわ。根っからの武人タイプの人物だったわ。最後の最後まで自分を貫き通し、戦場で命を散らした猛将だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。主君が変わろうともその忠義だけは変わらなかった人物だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。